の謎の覆面芸人マスク・ド・コメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくさあ、えー、今回はですね、えー、何を隠そう何、えーまあ、も隠しないんですけどもマスク・ド・コメディアンオリジナルグッズというのをね、えー、何個か実は作ってまして、えーまあ、このマスクのデザインのグッズなんですけどこのジャージもねマスク・ド・コメディアンのロゴが入ったこのジャージもそうなんですけどもあと、えー、バッジ あとキーホルダーとか T シャツとかねえいくつかこのオリジナルグッズを作ってるんですけども今回はですね一番新ししいいいオリジナルグッズを紹介したいと思います今回紹介するマスクドコメディアンオリジナルグッズはこちらですでーんとマスクドコメディアンオリジナル覆面キャップでございます パチ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 からの8「88888」8 8 8ね、えー、これですあのねこれもう見て分かるようにこのマスクドコメディアンと同じこの模様が縫い、えー、付けられてるんですけどもでですねここも「笑い」という文字が額についておりますそして「 こここが細かいですね。これ実はメキシコの、えー、マスク職人さんが作ってくださったんですけども後ろでーんぱちょうどねマスクの後ろのようにこう紐があってちょうどね同じようになってるんですねこれね僕ね実はね初めてこれ、えー、手元取たっただけもうようできてるなともちゃもちゃ可愛いじゃないですかねこれもうすごい今気に入っております一押しです まあ、内はこんな感じなんですけどもちょっと早速ねではかぶってみたいと思います <laughs> 何やこれ、まあ、こうマスクかぶってこれかぶってちょっと変な感じですけどもなかなかねかわいいじゃないでしょうかねこの色もねなかなかちょうどいい色合いでえー、いいんじゃないでしょうかねこれはでねまあプライベートでねこれをまたかぶろうと思いますので、えー、ひょっとしたらこの帽子をかぶってる 男がマスクドコミディアンの正体かも分かりませんひょっとしたら、ね、メキシコで作った職人さんがこのデザイン絵がなということで、ね、メキシコでまた作って、えー、それがまた爆発的に流行って、えー、あちこちでかぶってるかも分かりませんでその中のメキシコ人がひょっとしたらマスクドコメディアンの正体かも分かりませんこれは誰か分からないですけどもね。 楽ししみにしていいいたただきたいと思いま,すまあこれね今後あのー、どっかの、えー、会場とかでグッズとして売るかどうかもちょっとまだ迷ってるんですけども、えー、またこれ見確にしたら「あっマスクドコメディアンオリジナルキャップや覆面キャップや」言うてね言うてもらったらありがたいと思いますというわけで、えー、今回はこのマスクドコメディアンのオリジナルグッズ覆面キャップを紹介いたしました、えー、まだまだね、えー、オリジナルグッズありますのでまた今度紹介したいと思いますくというわけで ご視聴ありがとうございます